はい、こんばんは、先物です。またかなり間が空いてしまいましたが、実況をやってみたいと思います。間が空いてるんですけど、またこれを編集して載せる頃にはまたさらに遅くなっちゃってるかもしれないですね。ちなみに今日は、6月の3日です。なるべく早いところで出せたらいいなと思ってます。というのも今日はですね、今何試合かやったんですが、ちょっとラグが比較的少なめなので、これも取った後続けて取れたらいいなと思っているところです。はい、ですね、早速始まったんですが、今日は自分はですね VS で、相方さんは SB です。相手の方は、SF と何だったかな、ちょっと見忘れましたというか見れませんでした。はい、はい、このボレーはちょっともったいないですね。はい、これでチャンスきます。はい、これを味方の方が、あわよくばスマッシュというところですね。はい、これも本当は味方の方がスマッシュですね。はい、もったいないですね。一つ前の球をですね、できればバックで打てばですね、なんていうことはないんですが、ちょっとフォアで打っちゃったことも失点につながりましたね。はい、おっと危ない、助かりました。ちょっと相方さんは下がりすぎですかね。今ちょっとぐらい下がってるとですね、仮にもっと打点をきっちり合わせて速い球を打ってもですね、チャンスになりません。アウトですね。はい、ラッキーです。下がりすぎというのもですね、ちょっとプレスターにもよるんで、これも本当は相方さんが行くといいんですが、来られなかったので自分が行きましたと。で、運よくそのまま得点になりました。プレスターによってはですね、下がりすぎのようで下がりすぎにならないようなプレスター、ちょっとややこしい言い方しましたけど、後ろの方から長い溜めで打った方が強いっていうプレスタもあるにはあります。ただそれも時と場合なので、ただ下がりすぎてるっていう状況はやっぱりトータルで見たらマイナスの面が多いですね。これもちょっとあれですかね、これも下がりすぎですね。全く相手から弱い球が返ってこないですよね。これ大チャンスです。これはもっと打点をしっかり合わせて強打すると、もはやこちらの得点です。はい、これがチャンスなので出ます。これを味方の方がですね、理想はスマッシュですが、今のはフォローをきちんとされているので OK だと思います。アウトですね。はい、ラッキーですね。アウトを打っていただけると助かります。さあ、これでチャンスです。はい、これを味方の方が取っちゃうと、今のはラッキーですよね。もうちょっと弱いボレーが発動したりですね、もしくは、自分も同じように連打して前に出るようなことをしていると重なって2人が打ちに行くようになってしまいます。はい、これチャンスです。これは打てそうなので打ちに行きます。これは味方の方がですね。はい、これでチャンス終わってるので下がってもう一回打ち直してます。あれを前にそのまんまいてボレーをするとですね、弱いボレーになってもういきなり失点のピンチになります。相手の
レベルにもよるんですが、まあ普通に行くと失点します。おっと、アウトにならなくてよかったです。はい、これを、あ、まあ今のは味方の方は無理かな。はい、すいません、これをまたアウトにしてもらったので助かりますね。はい、これはチャンスですね。はい、今のは相手の方がですね、もう完全にもう一人の方の球まで取りに行っちゃってますので、楽に得点することができました。この辺りもできればバックで打ちたいところです。はい、これはチャンスなので前に出ます。はい、 OK ですね。これはなかなか調子がいいですね。これもバックで打ちたいところです。さあ、これを前に出て連打してると、今また自分の方に来たんでよかったんですが、もし相方さんの方に飛んでたらピンチになってます。まあ逆に言えば相手の方がきっちり前に出てしまったうちの相方さんの方に打つことができれば、相手の方としてはチャンスが作れてたはずです。はい、これはチャンスかな。はい、そのまま得点になるとは思わなかったんですが、ラッキーですね。はい、なんとかいきなりブレイクという結果からいい感じですね。はい、これはチャンスです。ちょっと前も狙ってみたんですが間に合いそうにないのでバウンドさせてから打ってます。はい、惜しいですね。これチャンスですね。これももうちょっと打点を合わせて打てるといいですね。はい、これは大チャンスです。惜しいです。ちょっとラリーが長めになってますね。あとラグがちょっと来てますね今。危ないですね。ほい、これでピンチが多分終わります。おっと危ない。はい、終わりましたね。これを余裕を持って打点を合わせてバックで打てるとこちらのチャンスなんですが、はい、これは大丈夫かな。はいはい、これもこれでおそらくピンチが、あーっとちょっとピンチ続いてます。はい、これでチャンスが来ます。これを自分が打点をして打つと明確なチャンスが来るんですが、はい、ちょっとこれはもったいないですね。まあ慌てることはないんでですないので、もう落ち着いて打点を合わせて打てばですね、まあまずこちらの得点だったというシーンです。
それは味方の方がこっちに来るのが分かったので、まあ、スライスで戻る時間を稼いでるという球です。これ今相手の方がすごく下がっているので、あのこちらにとっては助かります。あのなんですかね、全くこう脅威にならないというかですね、もできれば打点を合わせて。おっとダサいプレーです。おっとこれは浮いてくるかなと、はい、ただまあちょっとスマッシュまではまあ出れなくてもしょうがないかな。この辺りはしっかり打点を合わせた球を繰り返して打ちます。打点を合わせて強い球を打ちます。はい、これも打点を合わせて強い球を打ちます。はい、大チャンスです。はい、これはあのしっかり取られたのであの諦めて下がってます。まあ、今自分ももちろん前であのボレーでも防御できるんですけど、まあ、味方の方があの自分の後ろの方まで回っておられたので、まあ押さないというところです。これもですね、本当はチャンスボールだったんですが、あの即押しして下がりすぎてるとですね、ああいうワイドの球には弱くなっちゃいます。はい、これも打点を合わせてバックで打つとこちらのチャンスです。はい、これチャンスですね。はい、まあ、今のもチャンスとは言ってるんですけど、あのまあ多くの人がやってるように、まあ連打しながらあれを取りに行くとですね、あの打ち上げるモーションが出たり、打ち上げなくても遅い球を打つので、まあ、今みたいな感じであの1回で決まったりってことは、まあ、おそらくありません。はい、これを前に出ていくと、まあ、ちょっとピンチになりますよね。はい、なんとかあのフォローできました。これ大チャンスです。チャンスなので出てます。これももったいないですね。あのスマッシュできなくても、まあ、なんとか打点を合わせて強打はあのしたいところです。もうちょっと味方の方がもうちょっと早く来れるといいですかね。ただあの何でもかんでもですね、まあ、あの味方の球を取っちゃうっていうよりはあのいいといえばいいです。これも本当なら、まあ、もう完全なチャンスなんですがちょっとあの なんだろう、ドタバタ感が続いてますね。はい、これ大チャンスが来ます。はい、これも打点を合わせて打っていきます。はい、チャンスです。これも味方の方がアウトですね。はい、味方の方がですね、もうちょっと前からスマッシュをしてれば、まあ、あのもっと角度がついたスマッシュが打てているので決まって終わりです。はい、とちなみにですね、さっきまでのシーンでうちの相方さんがやや外寄りにずっと構えてたんですが、あの本来ですね、 SB の方が右にいる時っていうのはですね、どちらかといえばあの普段よりといいますか、あの左にいる時よりもセンター寄りに構えるのが、まあ、あの正しいというか道理ですよね。あのバックで打つ方があの強いのでですね、バック側を広く構えた方がいいということになります。なので逆に今みたいにですね、あの左サイドにおられる時はですね、できるだけ外側にポジショニングをした方がよりバックで取れる範囲っていうのが広くなります。まあなんていうんですかね、当たり前の話なんですが、なかなかそこまでこうあのできてるっていう人は、まあ、まああんまり見たことがないので、まあ余裕があったらそういうこともちょっと考えてみると、同じようにやってるようでもあの展開が有利になったりしますので、これもできればバックで打ちたいですね。これもバックで打ちたいですね。
はい、どうだったかな。さあどうだ、ラッキーです。はい、これで今相方さん前じやってますよね。これ今あの相方さんの方に来なかったんでいいんですが、もしきっちり相手がですね、まあ見る余裕があるような方だったら、あのもう失点してますね。これは大チャンスです。さあいけるかな。うん、間に合いませんでした。チャンスだと思います。あ、ちょっと決定的なチャンス作れませんでした。おっと、さあどうだ、取れた。はい、助かりました。これ相手の方が下がってないので大チャンスです。ただこれを味方さんもまあ打点を合わしたりバックで打ったりっていうのができてないので、まあ明確なチャンスにはならないと。でなおかつ、まあ、相方さんが下がってなかったので、まあ相手ロボット、はい、これ大チャンスです。はい、40-50ですね。危ない、これは無理ですかね。はい、ちょっともったいないですね。まあ、今のは相方さんにとってはあのフォア側の球になるので、まああの自分の味方のところまでこう食い込んでいってまでまあ取るっていうのはですね、まあ基本的には不利になることが多いですね。フォアで取りに行っても、はい、これも打点を合わせてできるだけ打ちます。はい、今中途半端にあんまりやってなかったのでちょっと恥ずかしいです。はい、これもバックで打ちたいですね。これももうちょっとまあ打点を合わせて落ち着いて打ちたいです。はい、回り込みすぎてバックになっちゃいましたね。大丈夫かな。はい、これでチャンスです。おっと、これも打点合わせて強打します。はい、ちょっと自分もバタバタしちゃってますが、まあ結果オーライというところですかね。今のところ 3-0 なので順調です。最後もきっちりこれをブレイクしてストレートで割れたらいいなと。はい、これも打点を合わせて強打します。これもまあできればスマッシュですかね。はい、大チャンスです。あっと、もったいない。これはスマッシュしたかったですね。でこのボレーももったいないですね。はい、チャンスです。これも打点を合わせてバックで打てば OK です。はい、今のは合ってます。ただこれを取りに来ちゃうとこういう風になっちゃいますんでね。まあ本当なら自分がスマッシュを2回目は自分が打てばですね、そして順調にというか安全にチャンスを続けることができたかなと。はい、これもラッキーですね。このあたりもできればバックで打ちたいところですね。この辺りもそうですかね。これを前に出ちゃうとピンチです。ただ相手の方も、まあ、打点が合ってないので
そこまでピンチにならなくて済んだと。はい、これも打点を合わせてバックで打てるといいですね。さあ、これは大丈夫かな。はい、助かりますね。おっと、これは恥ずかしいです。はい、これはなんとか、おっと、これをできるかな。はい、助かりました。はい、ラッキーです。はい、この試合は結構ああいうアウトを打ってもらったことでですね、得点をしてますね。おっと、ちょっと恥ずかしいのが今続いちゃってますね。はい、まあ、今のあの方がすごく後ろから打っとられるんで、まあこうなんだろう、こちらとしてはすごく楽になります。あれがせめてこう下がって打点をきちんと合わせてですね、あの速い球を打ってこられるならですね、こちらも多少はやりづらさも出てくるかもしれないんですけど、あのただ後ろにいて即押ししている状態となるとですね、あのこちらとしてはこうすごく助かります。あとおそらくですけど、あのぐらい下がっちゃうとですね、試合終わっちゃいましたね。はい、あのすんなりと勝ててよかったです。ですね、下がりすぎるとですね、あのおそらく味方の方からはあのその下がってる味方の姿がよく見えないというぐらい下がっちゃってる感じになってると思うので、やっぱり下がりすぎは何のメリットもないので。はい、それでは久しぶりの実況でしたが、また続けて撮れればと思ってますので、これで一旦終わりたいと思います。はい、それではありがとうございました。